いつも新車館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車館、曽山と申します。よろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症対策に伴うガイドラインに沿って営業を続けておりますが、お客様同士の接触を避けるためにもご来店のご予約をお願いいたしております。よろしくお願いいたします。またご来店が難しいお客様もいらっしゃるかと思います。オンライン商談システムというものを導入いたしております。スマートフォン、パソコン、タブレットですね、カメラがついているものであれば対応させていただきたいと思います。ぜひお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、お待たせいたしました。では、今日もご紹介させていただきたいと思います。こちらオデッセイでございます。ホンダのオデッセイがマイナーチェンジしてあとまあ半年経ってどうかなというところで、ただ皆様もニュースをご覧になっているかと思いますが、オデッセイがなんとあの工場が閉鎖のため終わっちゃうと。変わったばっかりなのに、しかも結構好調なんですよ。結構販売が好調なのに工場閉まっちゃうんでなくなっちゃうんですよね。もったいない。今もう高級ミニバンとして立ち位置がすごいいいところに来てるんですけど、そこはやっぱりもったいないところですね。まあ対抗馬としては日産のエルグランド、あとはトヨタはアルファード、私たちもアルファードをよくご紹介させていただいておりますが、そちらとどっちにしようかなっていうお話もよくお伺いいたしております。でアルファードとじゃあどういうところがっていうので私も紹介したいと思いますので、ぜひお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。ではフロントはグリルかっこいいなぐらいで押さえておきたいと思います。横のグリルで幅広感が出てて、でアルファードはどっちかというと格子型でインパクト強めっていう感じですよね。トヨタでいうとノアとかですかね。ノアもメッキボンって感じですね。もうすごいあの印象がかなり強いと思います。そんなフロントグリルでございます。で今回ご紹介するのはアブソルートの EX でガソリン車の方ですね。 2400cc ガソリン車の方をご紹介いたしております。お色はブラック、まあ、ブラックといってもあのプレミアムスパークルブラックパールということで、あのキラキラですね。よくよく見るとですね、ちょっと紫っぽく感じがしてかっこいいです。あ、いいですね。有料色というだけのことはあるのかもしれないですね。すごい綺麗なお色です。光に当たるともうバッチリですね。遠くから見たりとか、あとは夜見るともう真っ黒です。ブラックと総称していいのかと思います。で横はですね、だいぶ大きさが分かると思います。こちらでアルファードとあの比べてみると、まだアルファードの方が長さとしてはあるんですけど、前のオデッセイの方から比べると15ミリほど長くなってます。結構幅広になって3列目2列目がかなり期待できるのかなと思います。だから広くなってますね。と高さは 169.5cm でございますね。169くらいあります。まあ170くらいで考えてもらって大丈夫ですね。アルファードはもっと背高いですよね。あのここがやっぱり違うところではあります。私が175センチなので5センチくらい私の方が高いです。でただあのアルファードはもっと高いんですよ。195センチアルファード、195センチなんでもう私より20センチ高いですからね。あのすごい高いところにありますね。重心があのホンダのオデッセイは低くて乗り降りがしやすいっていうところはやっぱりアピールポイントは高いと思いますよね。でアルファードはその分重心が上に行ってるので、まあ、その安定性だったりとか乗り降りのしづらさっていうところが出てくるかもしれません。新しい新機能ジェスチャースライドドアと、手をかざしてフッとやると開くんですけど、あのその機能があのこれにもついております。この青い光を私鍵持ってるんで手かざすとピカピカピカってなるんで、そしたらこれをあとはかっこよくやってください。かっこよくやらないと開かないです。私も全然最初開かなかった。ですると開きます。開いてですね、アルファードよりは10センチくらい低いっていうところがありまして、アルファードだと1段目がありますよね。1段階段の部分があって乗るっていう感じですけど、オデッセイは見ていただいている通りもう一歩入ればもう床です。これは乗り降りがしやすい。ただアルファードのいいところはここに取っ手がついてるんですよね。取っ手がついてるからお子さんでもご年配の方でも乗りやすいですよね。だからそれはいいかもしれないです。オデッセイはもうこれで乗れちゃうので、ここに取っ手が1個あるだけです。これで乗れちゃいます。だからすごく乗り降りがしやすいのではないかなと思います。10センチですよ。10センチですからね。もう結構変わりますよ。あのだいぶ変わると思います。スライドドアをじゃあ閉めたいと思うんですけど、アルファードはですねワンタッチスライドドアでここにボタンがあるんですけど、オデッセイはないんですよね。オデッセイはもう引くかジェスチャーで閉めるしかないんですけど、引いてもですね結構簡単。小指でいいですよ。小指さんで小指で引くだけでいいです。これで閉まっちゃいます。これは NBOX の時に私も結構紹介してますけど、すごい楽です。もう簡単。もうジェスチャーで いちいちこう待つのもあれなんで、スライドでっていうのでも全然ありはありですね。だから実用性どうなのっていうので、これは賛否両論あるみたいですけどね。ちなみに止まります。これでまたスッとやっていただければ閉まると。これ止まります。もちろんこれでも
これでまた開ければこれでも閉まり、止まりますし、これでまた閉まるという感じになってますね。お子さんとかがこれやってる場合かっていうところですね。あとは両手に荷物あるときに、いや手かざせねえってなったときはちょっと大変かもしれない。小指が開いてるんで、よいしょよいしょ、荷物よいしょよいしょってやって、こうやって小指で開けた方が絶対実用性は高いですよね。ジェスチャーコントロール、まあでも面白いですよね。こういう装備が今後増えるんではないかと思います。セレナはあれがありますよね。スッてやるとパカッて開くやつがありますよね。ここら辺のピラートの辺をピッてやると開くと。ハンズフリースライドドアを採用している日産さんはスライドをやってますよね。ルークスとかセレナとかは採用してると思うんですけど、こちらはまたちょっと違う感じで面白いかなと思います。ではこちらのオデッセイの後ろに参りました。アブソルトかっこいいですね。オデッセイもかっこいいですね。昔オデッセイここにアブソルトバンってここにありましたけど分かれちゃいました。これはちなみにハンズフリーパワーゲートというところでハンズフリーなんですよね。足入れるだけで開きます。でもちろん鍵は持っといてください。あ、よかった開いた。でこれで開きます。挙動がすごいですよね。あのいたぜみたいな感じなんですよ。アルファードすごいゆったり開いて、あの安心感抜群なんですけど、ちょっとなんか頑張って開いてる感がまだ否めないですね。閉まるときもっとすごいですよ。あのビューンってなるんで。本田さん得意ですよね。断熱目は回転するシートですよね。トヨタさんはエスティマがありましたけど今なくなっちゃったんで、トヨタさんは今アルファード、アルファードは跳ね上げですよね。跳ね上げ式。ただあの本田さんはあの得意なもんで、昔はストリームもそうでしたし、オデッセイも下に入り込むのを採用しておりますと。簡単です。あの引っ張ってバーンってやって倒してもらえればそれでもう大丈夫です。これも一緒にバンとしまってもらえれば大丈夫ですね。ここに紐がついてるんですけど、この紐がバリで取れるんで取ってもらって、ここになんかレバーがあるんですけど、これでグッと引っ張ってもらえれば OK です。あとはもう重力が助けてくれます。こんな感じです。え、戻ってきたんだけど、注意してください。あの赤い紐があるんで、これをカチャコンとはめてください。はめるともうバッチリです。はめるともう平らです。いや平らにしたらどうですか。ここもですよ。ここも荷物が入れますから、もう高いものも全然詰めますし、これだけ平らであればいろんなものを詰めそうですよね。あの長いものでも長尺ものでも全然詰めると思います。2列目ウォークスルーで真ん中空いてるんで、こちらはこちらのタイプですけどね、7人乗りなんで。前もオプションでセンターコンソールボックスつけなければもう本当に長いものいけます。物干しでもバーンってあのいけちゃうんで、あそれからやっぱ長さがありますね。じゃあちょっとこれも戻してみましょうか。であの簡単です。押してください。グッで押して、これもグッて引っ張ってください。グーで戻す。であとはこんな感じになるんで、あとはもう簡単です。これでグッと戻せばいいだけです。これで OK です。であとは紐を引っ張って元に戻すだけですね。ちなみにこの紐を引っ張って戻すっていうこの作業はなかなか大変なんですよね。これちょっとなんとかしてほしい。あの何かボタンがあって戻れば一番いいんですけど、簡単に戻すことができちゃいます。戻ったとしてもこれだけ深い入り口がありますので、もう何でも案外詰めちゃいます。まあここになんか蓋とかあればまた良かったかもしれないですね。見られちゃまずいものを隠したいですよね。車の下は洗車グッズ、あそこら辺ぐちゃぐちゃになりますからね。下に隠しておきたいんですけど、これだと全部見えちゃうんで蓋が欲しいところですね。では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 、3列目まで紹介させていただいて、今度は2列目を紹介させていただきたいと思います。バックドアがビョンビョンっていくんで、それだけちょっと見てみてください。あのこれでも閉まるんですけど、今回ボタンで閉めていきたいと思います。さっきより挙動がなかったですね。さっきやってた時はビューンって言ったんですけどでもちょっとまだ不安はありますね。開いた時の高級感あるなっていうのはやっぱりアルファード。あとは三菱のデリカ D5 なんて最高ですよね。全然落としないですからね。さすが三菱、あのいいですね。では、2列目ちょっと見たいと思います。こちらはあのコンビシートのになっております。オデッセイは本革シート仕様があるので、あのそちらも選ぶことができます。だいたいですよ、だいたい19万円くらい。19万円か。19万なんですよ。でも19万あれば本革になります。あの全部シート、これも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 全部全部あの19万で本革になります。本革いいですよ結構。あの質感バッチリで、アルファードは本革にするにはエグゼクティブラウンジを買うしかないので、 SC パッケージとかだとあのよく私たちも販売だったりご紹介しますけど、 SC パッケージは合皮ですよね。ポツポツポツってあのシートに加工はされてて、あの通気性とかは結構抜群な感じになっておりますんで、アルファードのシートもやっぱり合皮ですけどいいところはやっぱりありますよね。ぜひぜひ座ってみたいんですけど、シートアレンジがこの子はいっぱいできるので、あのそれもちょっと簡単に見ていきたいと思います。
まあ触っていただければ分かります。肉厚、むっちゃ肉厚。これは楽だ、これは楽ですよ。だってもうこんなパンパンですもん、もうトランポリンです。すごいこんなパンパンですよ。すごいこれはゆったり座れそう。横にあるレバーでこんな感じですね。でこれはできちゃいます。真ん中もオークスルーなんですけど、これはトヨタさん、あ、ボクシーとかもよくついてますけどね。横に行きます。で横に行くとじゃあ何がいいのかっていうと、あの後ろにスライドができるんですよね。この後ろがボンと後ろまで行きます。で今ちょっとバーが入ってるんで後ろはこれ以上行かないですけど、あと3列目が出てるんで、あの行かないですけど、3列目を全部閉じてバーを抜いちゃえば一番後ろまで行きます。一番後ろまで行くともうかなりゆったりですよね。2列目超ゆったりバージョンっていうのができちゃいます。やっぱり高級車の証、オットマン出てきます。オットマンであります。でオットマンがあって一番2列目一番後ろまで行ってリアモニターなんて見た時にはもう最高ですよね。もうすごい多分のシアター感出ます。映画館ですよ、プライベート映画館ってやつですね。もうそれができちゃう、そんなことができます。アルファードにはこれはできないんですよね。アルファードは3列目は跳ね上げ式と、あのさっき説明したと思うんですけど、要はこれが後ろまで行かないんですよね。確かにシートはエグゼクティブシートは FC パッケージを採用しているので、だいぶ乗り心地はいいです。しかも電動ですし、そこはいいところなんですけど、これはこの肉厚なシートで後ろまで行って、あのオットマン出してテレビなんか見た時には、映画なんて見た時にはもう最高ですよ。十分です、はっきりこれでいいと思います。手動で戻させていただいて、もう一つこのシートはプレミアムクレードルシートということで、そんな機能もついております。こっちにもレバーがあるんですね。こっちのレバーを引いていただくと、わかります？上だけ動いてるんですよね。上だけ動くんですよ。これ何がいいかって、フィット感バッチリなんですよ。あのもう人に合わせてバッチリフィットしてくれる。あのスライドで、あ、まずこれで傾けて、あ、ここかなみたいな。まあ実際ちょっと乗ってみましょうか。じゃあちょっと失礼させていただいて。あ、やっぱりもうすごい沈み込んで押さえてくれますもん。あ、全然いいですよ。まあこれで、おお、いいっすね、いいっすね。ちょっとこれで、あ、ほらもう分かります？私超猫背なんです。猫背にゃんこです。で、ここが猫背なんで丸まってるんで、これでちょっと前に出てくれると、もう すごいしっかりはまるんですよね。で、あの後頭部もしっかりこのシートで支えてくれますし、しかもちょっと寝てる時にこう首が横に行ってもこれで支えてくれますよね。もうバッチリですよ。あとはオットマンですね。オットマン出したらもうバッチリ完成です。2列目通常の位置にありますけど、全然足は確かに助手席にはかかりますけど、広いですよね。やっぱりゆったり感が増しますというところが2列目になってます。まあこれで、ね、もう、あ、ちなみにこれエアコンですからねすごいですよね、これエアコン。今回後席モニターがついてますけどね、ライトつけてとか、そういうのも全部できちゃいます。で、あとはエアコン口っていうところですかね、ライトとがついてきてます。これは実は3列目にもしっかり同じ構造のものが取っ手付きでついてますので、あの2列目と同じ感じで乗れちゃいます。3列目をちょっと紹介したかったので、3列目にもちょっと移動していきたいと思います。じゃあまずはシートを戻してみましょう。で、シートはですね、3列目に行くときはこれで大丈夫です。パタンって倒してもらえる、あとスライドしていくんで。あ、さっきのはちなみにこれですね、クレードルシートの構造の中身ですね。これで上が動いてるっていう感じです。これが元の位置ですね。やっぱ乗りやすいですよね。全然もう高さ違いますもん。乗りやすい。確かに低いですよ。低いんですけど乗りやすさが違いますから。やっぱ重心が下にあるってそれだけいいですね。って見ました。3列目3列目いいですね。あ、3列目の安定感はもうバッチリですよ。これはいいですね。3列目今ちょっとヘッドレストがあれですけど、真ん中乗ってみましょうか。あー、いいっすねでも沈みますね。でも肉厚シートは健在でございます。すごい広い。あ、もう手伸ばせますよ。ちょっと斜めですけどね、あのかなり広くできてます。シガーとかの電源はありますけど、まあ USB はないですね。セレナとかは USB が3列目にあったりとかしてすごい便利なもんなんですけど、これはついてないようですね。ただ3列目の違いがあってですね、これ回転するシートだったじゃないですか。見てもらったと思うんですけど、このシートの方が安定感が全然違うんです。おまけ感がないです。どっちかというとアルファードの方がおまけ感があります。アルファードの方が薄いんですもん。薄いんですよ、ここが。これアルファードの薄いんですよ。
で、もう一つ言いますと、アルファードって背が高いじゃないですか。あの195センチあるんで、ここの高さもあるんで、やっぱ高さっていいなってなるとは思うんですけど、ただ3列目に座った時っていうのは結構高めな位置にあるんで、足が前に投げ出される感じなんですよね。要はこの位置で今足ついて膝曲げて普通に座ってますけど、こういう風な体型で座れないんですよ。ちょっと上にあるんで足が投げ出されちゃうんですよね、こんな感じで。わかります？アルファードはだからちょっと不安定要素があるんですよね。高さがあることによって上は広いけど座り心地からしたら断然このオデッセイなんですよ。肉厚ですしね、厚さがやっぱ違う、おまけ感がない。回転するシートと跳ね上げ式のシートの構造上の違いです。跳ね上げ式シートの方が薄くないとこっち行かないんで、それでちょっと薄くできてるんですよね。こっちはだからその分厚手に作って、結構3列目もしっかり作ることが要はできたということがあります。なので3列目も乗っていただける仕様になってます。まあ7人乗りですからね。シートベルトもありますし、しっかり乗っていただけると思います。降りるのがすごい楽。これって結構お子さんとかご年配の方も絶対にもう楽ですよ。楽、本当にこれだけは言わせてください。本当に5人以上乗る機会がすごい多いのであればオデッセイの方がいいです。5人以上乗るんだったら、3人4人とかであったらアルファードも結構快適性は抜群なんで、アルファードも安心感も違うところもありますし、なあそれはぜひ言わせていただきたいと思います。ぜひこのメーカーで比べさせていただいている我々の企業だから言えるところですけど、そういう違いがあるというところになっておりますね。でシートも簡単に戻ります。電動シートってどう思います？皆様、ここでちょっと余談なんですけど、電動シートって私さ、確かにいいんですよ。電動で押してれば、長押ししてればウィーンって上がってって、すごい段階もいっぱいあっていいと思うんですけど、遅いんですよね。座ってすぐ乗り込んで、すぐ自分の位置を決めたいんですよ。すぐ乗って、だから私スライド、電動スライドドアも苦手なんです。本当は手動バンと開けて荷物バッて置いてバッて閉めたいんですけど、座ったらもう自分の位置にパッパッパッてやりたいんですけど、電動だとちょっと遅いんで、メモリーパワーシートだと一番いいんですけど、電動だと遅いので、この手動だともうスピーディーにそれができるんで、私は結構この方が楽で好きですね。はい、かなり余談です。はい、お待たせしました。では今度はですね、1列目にやってまいりました。3列目2列目も肉厚で良かったですよね。どんな感じなのか、こちらも試してみたいと思います。でもちょっと触った感じが、でもやっぱいいですね。うん、同じ感じ、2列目と同じ感じなので、すごいいい感じです。おすすめできそうです。もういいっすよ。すごい、本当支えてくれますよね、オデッセイって。1列目になるとパワーシートになります。こんな感じ。これ私苦手です。もう ここに氷手をやりたいんですよね。氷手がいっちゃうんです。でここに手行ってバーンってやりたいんですけど、ちょっと伝統の要因に浸りましょう。でも楽は楽ですよね。これはないの？腰はなさそうですね。はい、ランバーはないです。座ってる感じはもう運転姿勢としてはもうバッチリです。今ちょっとミニエルかかっちゃってますけど、これも本田さんお得意ですよね。フライパンです。フライパン、卵焼きのフライパンです。アームレストですね。大きいアームレスト、横にパタンってなると、ここ一面四角いのがパタンって出ます。これがですね、またいいんですよ。出てきましたよ、フライパン。ぽくないですか？もう絶対私もぽいと思う。まあ、絶対間違いないです。で、このアームレストがですね、結構良くてですね、高さもちろん変えられるんですけど、これが一番下ですね。で、ちょっと段階を上げたりとか、ちょっと斜め、上高めにしたりとか、もうすごいゆったりな感じです。もう手ブランって感じですね。っていうのができちゃう。で、これは、まあ、ね、助手席の人も兼用みたいな感じであるかと思いきや、助手席の人はちゃんと自分のアームレストがあります。なんでこれは運転席の人の特権なんです。運転席の人のフライパンです。これはいいですよ。本当におすすめ。運転する人にしか味わえないおすすめアームレストです。オーディオですね。大きいオーディオがついてますね。これがですね、何インチかというと10インチ。10インチ。10インチ。10インチか。でっかいですね、10インチって。もう今は、私たちも車外のナビを扱ったりしますけど、アルパインさんとかは10以上のビッグ X というモデルをいっぱい出してますよね。今回もこのオデッセイは10インチ、軽自動車だったら7とか8とかですよね。ミニバンになったら9とかになってくると思うんですけど、10以上だったらやっぱり大きいサイズとして認知があると思います。これはインターナビ、10インチのプレミアムインターナビですね。ホンダさんの純正のオプションになります。
ギャザーズですねのナビになっております。10インチ確かにいいんですけど、まあただただアルファードですね、まあまたちょっと比べさせてもらいますけど、アルファードは何インチかご存知です？アルファードは2つあって、1つは標準装備されている9インチのディスプレイオーディオ、9インチですよ、なのでちょっとちっちゃいです。でもう1つはあの 10.2 インチの SD ナビ、あのテイコネクト SD ナビゲーションシステムですねっていうのがあります。まあそれだと同じくらいかちょっと大きいくらいになると思います。ただですね、やっぱ値段差ですよ。大きくは一番高いのはもちろんアルファード、 T コネクト SD ナビのシステムですね。 T コネクト SD ナビゲーションのシステムだと10インチ以上のナビがついて72万円くらいですよね。この値段が高い、72万円ですよすごい、びっくりしちゃいました。でまあ確かに内訳は結構いいものが入ってます。72万円だけ聞くとうわーってなるんですけど、あの内訳結構いいものが入ってます。アルファードは全方位カメラがつきます。全方位カメラ、ミラーの下にカメラがついてて、前にもカメラついてて、上からの視点で見れるってやつですね。まあシースルービューがトヨタそのやつはついてると。プラスして CD DVD デッキ、アルファードはグローブボックスの中に入りますよね。 CD DVD デッキもついてきますし、ナビゲーションもついてきますと。ナビゲーションもついてくるって当たり前のようですけど、9インチのディスプレイオーディオってナビゲーションのシステムはついてないんですよ。最初は標準装備されてるんですけど、ナビが標準装備されてるんだと思うんですけど、いや違うんです、画面だけなんですよね。 Bluetooth とまあラジオくらいの効果ですかね。まああとは携帯つないでとかやると思うんですけど、それのみなんですよね。あ、これ単体でナビゲーションのシステムっていうとついてないんですよ。9インチのディスプレイオーディオは T コネクトの SD ナビになれば、そのナビゲーションシステムとかテレビが見れたりとか全部ついてきますね。 CD DVD もつきますし、なんと ETC 2.0 もつきます。もう全部ひっくるめて72万円、ちょっと計算おかしいなってなんですけど、まあ引いてみると大体でもナビゲーションのシステムだけでも大体 4,50 万は全然するのかなっていうところはありますね。はい、じゃあこの子ですよ。オデッセイは10インチのプレミアムインターナビ、なんとオデッセイ専用、オデッセイ専用とまで言ってます。でこれはですね、もちろん結構多機能ですよ。ナビゲーションはもちろんついてます。テレビももちろん見れます。 CD DVD も OK なんて、全部 OK なんです。あ、じゃあマルチカメラはってなんですけど、マルチカメラはこの車ついてるんで、最初全部ついております。なのでちょっと見てみましょう。マルチカメラの映像はボタンで見ることができます。今ちょっとミラーがこうやってなるとくっついてそれなりの映像になってくるんですけどね。これ映像切り替えたりできます。サイドですね、今ドアがこっち助手席開いてますから、こんな映像になってます。でマルチカメラもしっかりついておりますよと。でナビももちろんついております。先ほど言った通りオーディオ関連も大丈夫そう、ラジオも大丈夫、 Bluetooth も大丈夫。ああというとお高いんじゃないの、 4,50 万するんじゃないの。いやこれですね、なんとですね高いんですよ28万円ちょっと、なんか工賃入れたら29万円くらいになると思います。29万円くらいです。あ、まあ専用装備だからこれつけなきゃいけないんだろうなっていうところではあるんですよね。ちょっと選べない部分はかなり大きいんですけど、なのでまあ標準的にこれはついてくると思います。皆様選ばれる時にはこれが多分お見積もりには必ず入ってくるのかなと思いますので、それはちょっと見越しとかないといけないですね。30万くらい別でかかりますっていうのがあります。ただそう、アルファードにちょっと戻りましょう。アルファードは9インチのディスプレイオーディオの方は何も確かに機能はないかもしれないんですけど、標準装備ですからね。ということは標準装備って0円なんですよ、簡単に言うと。本体値とくっついてるんで、だから0円なんですよね。特にかかるものはないです。じゃあナビの機能ですよ。ナビの機能をつけるのに、大体ですよ、エントリーナビキットっていうのがあるので、それでディスプレイオーディオをアップデート強化すれば、大体7万円くらいですね。7万円ちょっと、7万1000いくらだと思います、工賃入れても。それくらいでつけることができます。7万円のナビってことですよ。つまり7万円のナビってちょっとむちゃくちゃ安くないですか。7万円のナビって9インチのディスプレイで 7万円でナビがつくんです。もうすごい安いと思います。本当に市販のナビだったらワンセグとかですよ。ワンセグの7インチナビとか 6.8 インチとかのオーディオになっちゃいますよね。もうそれくらいですよ。それくらい安いんですよ。でもテレビが見たい、 CD DVD が見たい、じゃあ金額を申し上げると、テレビのオプションと、これは3万3000円のお申し込みを3万3000円でしていただければ、見ることができると。じゃあ CD DVD デッキ、これは4万円ちょっとぐらいと考えてください。ということは7万円、まあ7万5000円ぐらいで足していただければと思うんで、だいたい15万円いかないぐらい、15万いかないくらいで、まあ同じくらいにはできます。
ということは、まあそれでもこっちの方が15万高いですし、 SD ナビゲーションに至ってはもっとさらに高いですからね。まあそれに ETC とかさらにつけていけばって思うんですけど、まあ選べる幅がかなり狭いですよね。だから新パッケージとかはそのディスプレイオーディオを強化していく方がなんだかんだお買い得なんですよね。そこはアルファードの方がいいかなと思うんですよね。ただですよ、もう10インチこんなに綺麗な画面ですよ。こんなに綺麗な画面で10インチでしっかりついて、ボタンもこんなに大きくて押しやすくて、これだけのものが入ってれば、まあこれはついててもいいのかなというところはあります。おすすめのアイテムではありますね。まあオデッセイですから、高級車ですから、高級ミニバンですから、10インチくらいやっぱ欲しいですよね。私は欲しいです。なんでつけてます。いかがでしたでしょうか。オデッセイですね、アブソルト AX を紹介させていただきました。でアルファードが対抗馬として出てきたので、アルファードとじっくり比べて見させていただきましたとところです。まあ値段のところを言えばっていうところもありますけどね、スタッフレビュー後にちょっと話ししたいと思います。でこちらがスタッフレビューでございます。で、車両の価格いくらくらいだと思います。アブソルト EX って一番上のグレードですよ、オデッセイの。でもう高級ミニバンですよ。両側電動スライドドアジェスチャーで開きます。後ろも電動で開きます。これがしっかりついて、しかも ETC 2.0 は標準装備ですからね、もうつけなくていいです。最初からついてます。でマルチカメラもついてます。いや少ないですか。ごめんなさい、金銭感覚がおかしいかもしれないです。ただ高級のミニバンでだったら、それだったらまだ考えられるな。いいんですよ。アルファードっていくらくらいすると思います。多分見たことある人も多いと思うんですけど、だいたい470万くらいですかね。ちょっとマイナーチェンジ入っちゃったんで、コンセント標準装備でその代金だけちょっと入っちゃったんで、だいたい470万円くらいで考えちゃって大丈夫です。ハイブリッドはあともうちょっと上がっちゃいますよ。上がっちゃいますけどね。ただそれ考えると、結構オデッセイでもいいかなと思います。でなので車両価格は私としては5でいいと思います。5でいいんです。でそしたらスタイルで、スタイルはですね、なんで星4かを話します。星4かっていうのは、私がさっき言った通りです、電動スライドとかが苦手なんですよ。電動が苦手なんです、とにかく。だから昔の RB とかの時代の方が私大好きだ。もう全然そっちの方がいいです。 RA とか RB とかの時代の方が良かった。ヒンジ式は良かったんですよ、本当。ヒンジ式のオデッセイの方が時代としては好きだった。しかもすごい車高も低いし、顔もキリッとしてたんで、そっちの方が好きだったな、良かったな昔は、っていうので星4つ。主観ですからいいんです。はい、次は居住性。居住性はですね、見ていただいた通りです。もう2列目3列目どんだけいいんですか。だってこれコンビシートですからね、本革シート。さっき言った通り19万円で本革シートにできるんですよ。それにしたらもっといいですよ多分。私座ったことないですけど、まだぜひ今度会ったら座ってみたいと思いますけど、絶対にいいんですよ、間違いなく。だからもう今度はその絵だけでも撮ってきたいくらいです。本革シートに座ってみた。いいですね。で、なので居住性はバッチリ。5人以上乗るんだったらオデッセイ星5個つけます。で、燃費はですね、アルファードさんはだいたい3とか3あ星3つで紹介してる方もスタッフも多いですけど、私からすればオデッセイは星4つでいい。だからアルファード星2個くらいですよね。燃費がそれくらい違います。アルファードはだいたい10キロくらいですよ。10キロ走ればいいですかね。もっと低いですかね。アルファードユーザーにちょっと聞いてみたいと思います今度。ただですね、オデッセイの方がだいぶいいですよ。変わってきます。操舵性、運転性能も結構実はいいんです。さっき言った通り低重心が低い、なのでカーブ曲がった時の横揺れっていうのは案外少ないんですよ。まあなんかスポーツカーにしかそんなないでしょって思うんですけど、案外ミニバンも気遣いますよ。人いっぱい乗ってますしね、荷物も乗るんですから。操舵性は絶対にあった方がいい。でアルファードは背が高い分ちょっと横に振られちゃいますよね。まあそれはあります。重量もオデッセイの方がやっぱり軽い、軽くて運転のしやすさというところが評価できるポイントかなと思います。燃費もその分向上しますので、まあ星4つくらいにしときましょうと。まあ3つでもいいかなと思うんですけど、4つでお願いします。で、リセールはですね、ごめんなさい、3年前にこの車がありません。なのでちょっと難しいんですけど、まあ大体100かな、100落ちかなというところですかね。全然状態が良ければ3年3万キロ以下で300万、もうちょっといくんではないかなと。それはちょっと言い過ぎですからね。大体280万から300万くらいで予想しておいてください。3年後にちょっとまた見てみましょう。総評すると4の方が多いんで4です。まあちょっと自分の主観がかなり多いですが、
スタッフレビューのお時間でございました。でちょっと価格の話に戻ります。10インチのナビはまあ入ってくるもんだと考えてほしいと言ったと思います。ただ考えてみてください。30万がプラスされたとしても、お、全然まだまだです。アルファードまでまだまだです。まだまだ余裕がありますよ。どんどんつけましょう。じゃあドライブレコーダー前後、リアモニター、リアモニターも若干ですけど、あ、でも同じくらいかな、同じくらいだと思います。オデッセイと値段、アルファードと値段が同じくらいのものでございましたね。で前後のドライブレコーダー、これもまあオデッセイと同じくらいの値段でした。ということは、まあ、車両代としてもかなりこちらの方がお買い得だというところですね。お安くなっております。ただですね、安いから安いんでしょうっていうわけではなかったです。まあ先ほど見ていただいた通りです。あのシート、あの10インチのナビで、後ろの3列目の収納上手なところだったり、椅子が下に下がって使い勝手の良さ、まあ、あとスライドドアですよね。もうそれも全部もうひっくるめてそのお値段に出すことができると、すごい実用的な車だと思いません？もうミニバンってもうこれ、この形が一番いいのではないかと思っちゃうくらい、いろんなアイテムが散りばめられてて、すごい満足なお車でございましたので、ぜひぜひ皆様も見ていただいて、実際に見ていただいた方がいいです。これを実際に見ていただいて、あの乗っていただいて、ぜひぜひ選んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。私ども 100% 新車館です。低金利のお車をいくつもご用意しております。現時点でのキャンペーンでオデッセイもあの低金利のものもありますありますので、こちらのお車は400万ちょっといっちゃいますよ。400万ちょっといっちゃっても、あの月々のお支払いはかなりお買い得にできると思います。ぜひご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。では、本日はですね、こちらオデッセイのアブソルト EX のガソリン車をご紹介させていただきました。まあ、ぜひぜひチャンネル登録もしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ちょっと噛みますね今日、アルファードともあの比較させていただきましたが、アルファード展示車も私たちもありますので、ぜひぜひ見に来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。では本日の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。